皆さんこんにちは。合同会社柳瀬まちづくり会社代表社員の平田秀樹です。今日はですね、柳瀬まちづくり会社についていろいろお話をしていこうと思います。柳瀬まちづくり会社の歴史についてお話ししていきます。2012年なんですが、今から10年前、岐阜県の事業で生まれました。その当時ですね、岐阜県と岐阜市が一緒になってプロジェクトチームを作りまして、その翌年の2013年、合同会社柳瀬まちづくり会社が生まれました。その年、同じ年に岐阜市の中心市街地回遊性協議会も生まれました。2年前に私代表を就任させていただきまして、現在に至ります。私ですね、平田秀樹、13年まちづくり関わってきておりますけども、なぜまちづくりやっていくのというのを聞きますので、ここでお話していきますと、私が現在ですね、稲葉通りのバス停の前に代々ですね住んでおりまして、約1000年近く開業しておりまして、その中で544年前の応仁の乱の後にですね、名字台頭ということで平田という名字をいただきまして、私がそれから現在20代目ということで、代々いろんな先祖がですね、岐阜の町づくりに対して尽力してまいりました。そこで私としてはですね、現在平成令和の時代にはこの柳瀬を中心にですね、岐阜市中心市街地を活性化していきたいということで、まちづくりを関わらせていただいております。現在柳瀬商店街の健全な発展のためにをコンセプトにまちづくりを進めております。大きく3つの柱を掲げておりまして、1つは創業育成支援を行って、そしてもう1つはですね、広告やイベント収入でまちづくり会社の収益を上げていきたい。3つ目は新しい生活様式に合わせた商店街を作っていきたいと思います。例えば商店街を動画で紹介するとかですね、実際に商店街の商品をネットを通じて販売したりとか、 SNS を通じて商店街や中心市街地を紹介していく、そのようなことをできればと思っております。その中で経済産業省の事業で全国から4名の専門家の方に柳瀬まちづくり会社に来ていただきました。空きビルを活用した事業やデジタルサイネージを使った広告事業などについて、事業のポイントやノウハウを教えていただきながら、来年以降ですね、どのように事業を進めていくかなど具体的に教えていただきました。来年以降につなげていきたいと思います。最後となりましたが、この3月ですね、柳瀬まちづくり会社として事務所を設けます。場所はですね、柳瀬通り3丁目、本通り、柳瀬通りでいうと本通りありますけど、そちらにですね、その1階に事務所を設けますので、ぜひ皆様、オープン後はですね、近くに来ましたら立ち寄っていただければと思います。